はい、どうも、すけです。今回は H3 リールガンチェリーを使ってガチョコバトルいきたいと思います。スプラッシュシールド&バリアやっていきましょう。ガチョコバトルホッケフトをやっていきましょう。ここはまあシールドトゥーンかけていってね、どん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 相手にプレッシャーかけていくって形になりますんで、さあ行くぞ。チェリーとか、まあ、ガロンとか、まあ、シールドホッケ使うときは俺あんまりホコ持たないかな。やっぱり基本的に前へ出てあげた方がやっぱ味方もね助かると思うんで、シールドで前へ行ってくれるだけで全然違うから。さあとりあえず割ろう。チャージャー手伝って、チャージャーナイスよいしょ。でこっから前行きますよと、よいしょ。あーバレルにちょっとバレルちゃうな。あれ何なんていうやつでしたっけ。ハイドランとか、よいしょ。ハイドランとちょっとやられそう、よいしょ。危なかった。あードランタイ、うわー強いな、さすがドラハイ、よいしょ。ドラハイはねお前射程がねちょっと鬼なんでね、足場取られたらほんまにもうゴリゴリに削られますから。よいしょ。ちょっとバリアでゴリ押すのもありやな、ここ。あ、え？え？マジか。早いな。一瞬でやられた。さあ、ウルトラセンサーナイス。どうしようかな。ハイドラさえね、突破してしまえばいいね。これハイドラが結構天敵なんだよな。よいしょ。さて、ここはもう前々でゴリゴリに押していきましょう。よし、あー3点決めたのに、よいしょ。あーやられたな。ハイドラすごい押しやったな、それにしてもめっちゃ押されてるけど、やべ、ナイストップ。裏から倒そう。おっとっとっと、よいしょ。でさらに奥に詰めて、あやばいやばい、あいつ捕まえようぜ。よいしょ、これだ。よし、あやばいやばい、あったあったあった、オッケー。ぶっ刺していく。で、ここをグイッと前入れてあげて、で、こっちもケアして、オッケー。で、味方突っ込めて体勢を整えましょう。よっしゃ、オッケー。オッケー。なんかおった。やばいやばい。やばいやばい。危ない危ない。よいしょ。ナイス終わり。オッケーオッケーオッケー。あ、相手、逃げた。よっしゃ。ならノックアウトでいいやもん。よいしょ。レッツゴーザ。よっしゃ。まあ、スイスイーといけましたね。ガチャコバトルホッケフトゥーやっていきましょう。さあさあさあ、まあシールドトゥーンで相手にもうね地獄を見せていく、よいしょ。そしてこっちは天国を見るという、地獄天国サイクルに持ち込むという作戦でございます。よいしょ。さあさあさあ、ここはちょっと割りたいっすね。よいしょ。あー割れなかったっす。なかなか強力、やっぱスクイックのね割りの火力はすごいんで、多分スクイックとなんかチャージャーおった気がするけどな、相手な。こんな感じやったら。打ち抜かれる、危ない。ここはちょ慎重に。あがはい、セーフ。ちょっとゆっくり行こうか。よいしょ。バリア溜まったらね、強気にもうガッツリ飛び出していこう。よいしょ。飛び出していこうと思いますんで。よいしょ。バリアか。なら俺はバリア溜めよう。よいしょ。バリアチェンジ。バリアチェンジ。終わりだ。地獄を見せてやる。なに？逆に地獄見せられた。ああ。さあさあさあ。さあ、スピコラやったんかな。なるほど。なんか久しぶりやな、スピコラ見るのって。なんかポイズ&バリアで地獄見せられるっていう感じやもんな。お、ナイスセンサーだ。そこにおるっていうのが分かるだけで全然違うから。ここは慎重に止めさせてもらって、あいつダイオ溜まってるからちょっとビビらせてダイオ吹かせて、シールドで相性を死亡していく。やばいやばいやばい。あーやっぱシードトゥーンかけてきてんな。今回はちょっと俺がちょっとやばい。これ俺がちょっとやばいっすよ。よいしょ。どっちから来る、どっちから来る。瞬時に見極めろ。よいしょ。こちら。いけ。止めるんだ。やっぱこっちから来る。よしよしよし。今の読み通り。絶対スピーが回ってくると思ったからな。さあ、ホコが結構弱気に立ち回ってるチャンス。よいしょ。おし、逆に引いてった。一気にチャンスに繋がるぞ、これは。オッケー。大丈夫だ。待って、ガロンに食われる、これ。ちょっと待って。よいしょ。一回ちょっと割ろう。割ってから、サイド固めの術。ああ、なるほど。ガロンね。まあ、シールドトゥーンはほんまに、慎重に立ち回ってみたいんで。よいしょ。オッケー、ナイス、スピック。さ、そこにいてるのは分かってるんで。よっしゃ、スピードあった。よっしゃ、ナイス。あとは持ってきてね。よっしゃ、行こう。ナイスだ。これはマジでナイスすぎる。よし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 。オッケー、来た。よし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 、このサイクルに持ち込んだらほんまに強いから。よいしょ。
させるか。オッケー、ナイスですね味方、うまいこと持ってきてくれた。カーチョバトルホッケフトゥやっていきたいと思います。さて、お、カーデコカーデコちゃん、うわぁ、なにこれ、カーデコじゃんけんの始まり始まり。全員チェイスやこれ。あれやな、スパッシュの方を持ってこへんねんな、みんな。すごいな。さあ、これチェイスの割合やぞ。まあ、俺も手伝うで。あ、割られた。カーデ、怖いぞ、あれ。あの、チェイスについてくるっていうのが一番怖いぞ。全員カーデコやから。多分、ついてきてな、すぐ侵入してくるからね、奴らは。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。奴らの侵入速度はほんまに、舐めたら怒られるからね。よいしょ。よしよしよし。後ろゴムからカーボンが。よいしょ。おー、怖いよ。とりあえず、突っ張ろう。あ、突っ張れない。ちょっと待ってよ。塗り状況を、ゆっくり塗ってあげないと、味方のカーボンが機能停止するんで。よいしょ。あ、すまん。うおー、はーか。やばーい。強力やな。お、それファインプレイ。それはね、ファインプレイですわ。一人だけ残って、なんとか保護を止めてくれるっていうのは、マジで助かる。よいしょ。さあ、なんかおるな。大丈夫か。ナイス。割られるか、大丈夫でしょう、おそらく。よっしゃ、無理に突っ込んでいったら、ゆっくり狩ればいい。あ、無理か。ちょっと無理やな。よっしゃ、ちょっと無理なんで、止めよう。ここストップ、カーストップ、カーストップ、カーストップ、オッケーオッケーオッケー。よいしょ。オッケーオッケー、止めよう止めよう。危ない危ない、これ俺死ぬ。よいしょ。さーて、チャージャー持ってくれるかな？まあ、これ持ってもらおう。あ、うわ、やばい！ナイフかわ。捨てじゃんやったんか。まだ、その時驚いた。ここは飛んでも大丈夫やな。一回ちょっと前早めに行ってあげないかと思ったら。よいしょ。あ、カローラ。やべえ。やばい、チェイスボン、チェイスラッシュ入るよ、これ。俺が死んでる。俺がフォト見よう。おぉ、マジで？マジで？ラッシャーかよ。いやー、ラッシャー強いな。さあ、まあ28までもう取られてるからな。ナイスね、それでいいね。とりあえず、それ以上のリード取らせんかったら OK やから。すまん。よいしょ。今じゃん取ってくれそうやな、あれは。あ、取られた、逆に。逆に取られていく。しかし、俺が立ちはだかる。させるか。させてしまう。早すぎてさせてしまう。早いな。やべえ、シールドトゥーンが通用しねえ。もうなんか、チェイスボムトゥーンにかけられてる。やばい、奪われる。やばいやばい。奪われる、奪われる、奪われる。よいしょ、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 オッケーオッケー、とりあえず膨らました。いやー、カーボンどこいるか分からんからな。ただもうマイクしかないしな。これ俺一回矛持ったろか。一回俺の矛さばきっていうのをちょっと一回見せたい。危ない危ない。よいしょ。さあ、後ろから来るかな、どうやろ。来ないか、一応。パッと見来ないな。ここは2ダウンをいいことにも、今行きましょう。多分後ろにカーボンおるから無視でいいと思う。よいしょ。多分これ相手のチェイスか、味方のチェイスか。よいしょ。オッケーオッケー、いい。なんとか前出せたから。これで、ワンチャン、あはんいやー、あかんわ、これ。突破される。よいしょ。こっちでフリーやからな。まあ、それが賢いが、残念。よいしょ。さあ、相手2ダウン。結構ええ感じやねんけどな。俺がもっとボコボコにしたらいけるな。ボコボコワンチャンありますよ、これ。おっしゃ、トルネード落としてる。チャンス。あー、チャンスやったけど。そこや、ここに入れるやろ。よし、見通り。スクイックやりたい。スクイックやりたい。あ、クソイン。よいしょ。やばい。逆に狩られる。よいしょ。シールド直接攻撃。よいしょ。なんとかしのいだ。オッケー、スリーダウン。あとカーボンかなんかおる。あ、ガハーン！ナイス。いや、いいバトルやけど、ここをちょっと言うときに倒せない。よいしょ。あー、ごめんね。消すろ。くそー。バトルやったけどな。あと50秒か。カローラに食われたな、今回。よいしょ。ナイスナイスナイス。これは、あー、俺がついていったけど、無理やった。ナイス。あ、やばい、ほぼ取られた。うまいね、相手、矛泥棒のタイミングが。ちょうど味方おらんとこから抜けてくる。よいしょ。
いやー強力でしたな今回は。よいしょ、あとはちょっとイモリが怖いな。よいしょ、待って、やそうやったらもっとワイワイ行った方がいいんだよ、強気に。早く行こう早く行こう。よいしょよいしょ、よしよし、勝った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 、よっしゃ、行こう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 。レッツゴーザ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 マミー。まあ最後相手がちょっとイモリすぎたっていうのが負け筋や。ガーチャコントルモンガルキャンプ中央。さあ焦点割り行こうぜ。いい、先に割られたとしてもシード張ってなんとかなるしな、ここだけ止めるみたいな。だからまず挑戦するのは当たり前。行くぞ。さてこうやって塗ってから、あーこれ割られるパターンかな、ちょっとこんな感じかな。でしっかり慎重に、よいしょよいしょ。ホコトロボだけされたくないからな、序盤の序盤ホコトロだけちょっとよいしょ返したいんでね、こっちとしては。ここに打ち続けましょう。で、こっち、こう言うてる間、左から来てる部隊も来てるから、あえて仕事早いんね、今回。ほら。あ、やられた。やばいな、カーデコ。まあまあ、こっちも右に部隊送り込んどったから、途中から右に移動してくれとったら大丈夫やな。さて、カローラが隠れてるから、これはちょっと、怖いな、正直。潜伏してるやろ、どっかに、ほら。おった。よっしゃ。ここ奪ってスリーダウン、ここオールダウンオールダウンオールダウン、これはもう思考停止安定ですわ。よいしょ、塗ってあげよう。行こう行こう行こう、ほいよほいよほいよ、オッケーオッケー、任せろ。ここ当然バリアで参ります。よいしょ、あれ持ったちょっと、オッケーオッケーオッケー。どっからアクセス、あ反対サイドからアクセスや。俺が蓋しよう、蓋する攻撃。あー何、あ普通にしたって長かったのか、やるな。ビーコンに舞い上がりますよ。よいしょ。さあこいつはどっちから来るかは知らんけど、正面か、止めろ。ああうまい。まあこっちも裏から舞台遅れて飛んでるんでね、今みたいに。しかしこれ正面突破でやばいな、かなりいかれるこれ。あ相手がでももたついたから助かった。しかも向こうから行く、あ向こうから行くなら大丈夫や、舞台送り込んでるからこっち。よいしょ、待てよ、これちょっとクリアリングかましてからね。2ダウンやから相手、ここは慎重にっていうはず。3ダウン、あとワンだけこの辺に持っとろう。よいしょ。おった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 。カローラやつね。行くわ。水ジャン警戒。刺さるからな、水ジャン。大丈夫やな。よっしゃ、巻いとか。こっち、あ、やばいやばい。バリア使うか。よいしょ。強気に行きます、ここは。強気に強気に。立ち回っていきましょう。さて、ここは蓋したが。ここ蓋しといて相手もう何もできないんじゃん。よいしょ。ここ蓋しといて相手もう終わりやん。よいしょ。あ、やばいやばい。あー、なるほどな。おー、どうだ？あー、1。しかしもう14やから OK かな。あとはもう、キルゲームに持ち込んでなんとかって感じか。飛ばしてもらおうか。よいしょ。ビーコンに飛ばしていただいて、まあ、おいしょ、よいしょ。これもうノックいけるな。シールド蓋しとくわ。よいしょ。あー、待って。よし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 。レッツゴーダン、マメミ。オッケー。さあ、ラストバトル。ガーチャコバトル。ガラモンズキャンプ場。さて、チャージャー2か。なるほど。まあ、割りは、あ、向こうもチャージャー2か。初手割りはいけるかなと思ったけど、どっこいどっこいって感じか。なるほど。一人右に流れたな、寿司が。ってことは、まあ、こちらは3人で方向割らなければならないから、正直、割りはちょっと、不利なんでね。まあ割りは諦めよう。よいしょ。割りに合わねえってやつっす。よいしょ。待て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 。あ、待て待て待て。よいしょ。ここは曲者でビビらしていって、よいしょ。飛び出していく。よいしょ。OK、ナイス。で、当然のようにここはもう行きましょう。OK。行こう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 。で、バリア貯めてもそのままノックで終わりかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ、バリア。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いいよ、行っていいよ、行っていいよ、行っていいよ。よっしゃ、ナイスナイスナイス、十分。で、シード掘り込んであるから、これで勝ちですね。レッツゴーザーマミー。オッケー、ストレート勝ちですね。ありがとうございました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。画面にあるアイコンをクリックするとチャンネル登録することができます。画面にあるおすすめ動画もまだ見ていない人はチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。またいくつもの背中が遠くなる。